りゃほんまに上手じゃねえ。大ちゃんもべっぴんさんに書いてもろうって。モデルもええんよ。そうじゃねえ。母ちゃん、ミシンとこも父さんおらんのよ。そう、上海事変で戦死しました。ほんならなんで海軍に志願したん？三反百姓には現金収入がないんです。西さんおかわり入れよっか。どこも大変じゃねえ。うちも万歳万歳言うて男の子二人とも送り出して、母ちゃん戦争は歯終わるし、あんちゃんもすぐ帰ってくるけん。西さんも克美も待っちょるけえね。死んだらいけんよ。